デモンストレーションの野崎さんからやっていただきたいと思います。とりあえず見たい。そうね、野崎さんもう大丈夫かな。時間の無駄な気がする。大丈夫大丈夫。え、あー、じゃないよ多分。全然10段と違うもん。じゃあそうやらせてもらいます。はい。10段の12段の挑戦です。どうぞ。やったー。嬉しいこれ。でも。まだいけそうな気がしたけど、はい、こうなった。いや、まだいけるよ。じゃあ、ラスト。あ、ロイター版大丈夫。あ、そう、ちょっと前になって。いや、でもこれでやってみたら一回。はい。できれば遠すぎて。あ、一旦やって、もしダメだなってなったらもうちょっとかかった。全員芸人泣きすぎたら。でもそうか、怖かった。しかもあー、なるほどね。だからこう目線がね、前に行ってるから。下見たらあかんねんやん。ああいう。ね、怖さも出ちゃうからね。怖いわー。さあ。めっちゃ怖い。君頑張れ。君頑張れ。青いの挑戦です。いきます。はい、頑張れ。
できない。全然できんわ。怖いね。怖いな。全然もうここだもん。いやでもめっちゃ高い。で13にします。13。ここからちょっと一段刻んで。あ、そうです。いやマジでやべえ。え、先日は余裕あったよね、中間道。全然余裕だった。ケツ上がってるし。あ、飛んだ時の感覚は全然余裕だったんだけど、いや、やっぱね、飛ぶ時までの恐怖心に勝てるかどうかが一番だろう、これは。もうさ、今までの飛んだこと目線じゃないじゃん、まず。先が見えへんのよ。そう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 。飛んだ先が。そう。俺が6段に味わった今日。なんで偉そうと思った。ヤバキさん、もう妄想する時にはもういなくていいと思う。いや、今日はさ、あのワイワイするやつがいたいから、俺が率先して気を削ってぐらい、ヤバキさんぐらいがちょうどこれ、バカ怖っ。はい、すみませんね。頑張って。うるさいな。危ない。
厳しい。死ぬほど言わない。厳しすぎる。教育現場に行っても問題ないから。いきます。はい、頑張って。おーおーおー、レッドゾーン、そう、レッドゾーン、2番センチ超えた。2番センチの身長を超えられた。15段いきますか。すごっ、やばい、195、6ぐらい、15段。これ飛べたら一応マスタークラスの初級らしい。マジで、うん、すごい、あの絵を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  おもろ。でも多分ね、最初の1回だわ。飛べなかったら俺みたいになる。あー、一発で行くか行かないかと。怖くなる。怖くなる。あのさ、一回さ、上まで行ってみたの。あー、なるほど。そう、なんか景色を見る。あー、いいですね。よかったやろ。ナイスはどうしたのか。ポーチ。ポーチか。これだ、決めよう。めっちゃ嬉しい。全然まだ行けよ。いやー、ここまで来たら行けるところまで。18ぐらいまで。いや、20。まだ。まだ。来てるのわからないけど。さあ、続いては16だ。はい。もうあなたしかいないの。ここまで来たら結構さ、飛んでこういう風に落ちる感じなの。まあ、一気に。よくある背中から行ってるシーン、避けるやつ。やばい、やばい、マジで。なんかここで終わってほしくない。だって18は行ってほしい。マジで高い。18件だったらあの番組出れるよ。出れるよ。絶対にだ。いや、ちょっとやらせてもらいます。頑張れ。あの本当に怪我だけは、怪我だけは本当に気をつけてよ。頑張って。行け。行ける。飛び込むよ。
みんなついてるから。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。